埼玉県所沢市のラジオネームマヨンさんからのメッセージです。さやかちゃん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも母と一緒に聞かせていただいてます。先日新宿でのリリースイベントに参加させていただきました。その際、次の日に津軽三味線のオーディションがあるので勇気をくださいと伝えたところ、お二人から頑張ってエールをいただきました。エールをもらったからには絶対合格すると気合を入れて受けたところ、なんとなんと合格をいただきました。このまま企画が通れば開会式に出られます。本当に嬉しくて嬉しくて、エールをくださったお二人に感謝です。本当にありがとうございます。これからもずっと応援し続けます。三味線のケースにステッカーを貼りたいので、もしよろしければステッカーください。よろしくお願いします。まゆーちゃん、受かったんだね。おめでとう。もちろん覚えてますよ。やっぱりさ、ほら、三味線っていうのもね、今やってるっていう方も私もお会いしたことなかったし、ビリーと二人で本当に頑張ってほしいねって終わってからも話してたのでした。よかった、頑張ってね。開会式ね、企画とって出られますように祈ってます。ステッカーをお送りしますからね、ケースにペタしてください。本当におめでとう、頑張ったね。というわけで、ハッピーな気持ちになったところでね、ゴールデン 4X 神田沙也加ガールズトークスタートです。A scramble program where our eggs hatch out and take to the air. On NAC5, Golden 4 Eggs. 神田沙也加ガールズトーク。ゴールデン 4X 神田沙也加ガールズトーク。こんばんは。好奇心と癒しの火曜日を担当する火曜 X 神田沙也加です。146回目の放送でーす。死者誤入したら150回やで。すごいな、150ってことは300回の半分ですからね。もう300回やったようなもんですよね。もうこのまま頑張りたいですけどね。皆様のおかげですよ、本当に。いやー、2月ということでですね、もう寒さもピークのところですけどね、新しいことを始める人もたくさんいるんじゃないかな。私もですね、毎日すごくたくさんのお仕事やらせてもらってるんだけども、おしゃべりするお仕事が増えて、自分の声と向き合うね、日々ですよ。すごくなんかこう、課題ももちろんあるし、だけどもっとこう、喋りをね、磨いていきたいな、なんて思っております。一緒に頑張りましょう、フレッシャーズ。それでは、ゴールデン 4X 火曜日、神田沙也加ガールズトーク、今週も元気にスタートです。それではまずね、ちょっと懐かしいこの曲から聴いてください。ガーネットクローで夢見た後で。ゴールデン 4X 神田沙也加ガールズトーク。ゴールデン 4X 火曜日、神田沙也加ガールズトーク。今週もたくさんメッセージとね、格闘したいと思いますけれども、ここでちょっとお知らせです。いつもお送りしているステッカーなんですが、新しいステッカーがね、今制作中、企画中なんだそうで、それができるまで NAC5 ステッカー、オリジナルの NAC5 って書いてある、あとあの子がいる、ラジットくんがいる目つきの悪いステッカーがあるんですけど、それにそちらの方に私のサインを入れて、しばらくの間お送りさせていただければと思います。これもね、ある意味レアなね、NAC5 っていうステッカーになるので、私もすごく好きなデザインなんです。こちらをね、お納めください。よろしくお願いします。そして新しいステッカーも楽しみに。どんどん行きます。それでは、滋賀県甲賀市のラジオネームキャビンさんからのメッセージ。ディズニーランドのサプライズ、驚きました。ちょうどその日に長女のミコトが友達5人と言っていたんです。アナ雪ファンのミコトは絶対初日に行くと張り切っていました。当日はパレードを最前列で見るために乗り物には乗らず場所を陣取っていたらしいのです。パレードが始まり、本当に皆様が現れた時は嬉しさのあまり涙が出たって言っていました。単身赴任で僕は滋賀で一人暮らしをしていて、あまり巫女とは連絡を取っていなかったのですが、その日はパレードが終わったらすぐに写メを送ってくれました。さやかさん、巫女に最高の思い出と笑顔を送ってくれてありがとうございました。ちなみに巫女は高校1年生です。当日はサボったのではないですよ。ちゃんと高級でした。メッセージ付きステッカーもらえるとなお嬉しいです。お願いします。びっくりしたでしょう、あれ。私たちもね、もう本当にサプライズね、仕掛け人といった感じで、皆様にね、お会いできるのを楽しみにしてたんですが、初日っていうことでね、もちろんたくさんいらっしゃるだろうなと思ったんだけど、想像を超える人でね、本当に素晴らしい笑顔をいただきました。私たちも嬉しかったです。ありがとうございました。
続いて東京都新宿区のラジオネームアリサさんからいただきました。私はこういうラジオにメッセージを送るのが初めてで、送るのにすごく緊張しました。小さい頃に見たミュージカルピーターパンを見た時からとってもファンになりました。この前のトラストリック新宿のタワーレコードのスリーショットに行ったのですが、さやかちゃんに会った瞬間泣くのをこらえるのに必死でした。さやかちゃんとビリーと撮るんだから笑わないとと心に言い聞かせて、でも撮り終わった後は号泣してしまい、お母さんも泣いていました。さやかちゃんの歌を聴くと心がポカポカして優しい気持ちになります。さやかちゃん大好き。私は今音楽学校の声楽科です。将来はさやかちゃんみたいになりたいです。これからも応援してます。ステッカーいただけると嬉しいです。うわ、そんな言われたら私も泣いてしまいます。あれかな、ピーターパン見た時からファンですって言ってくれた子かな、もしかして。覚えてます、それだったら覚えてます。本当にね、会った瞬間涙してくれる子っているんだけど、やっぱりさ、人に会って涙するってすごい感情じゃないですか。だからそんなにこの日を待っててくれたんだなって思うとね、本当に開いてよかったなって思います。嬉しいですね、清水さん。これからもね、イベントどんどんやっていきたいなと思います。担当さんと一緒に企画していくからね、また来てください。さらに埼玉県朝霞市のラジオネーム、トラトリのワンダーで踊ってるウサギさんからのメッセージです。お、長くなった。さやかさん、スタッフの皆さん、ビリー君もいたら、こんばんは。突然ですが、さやかさんはこれやってて役に立つなぁと思ったことはありますか？僕は小学校1年生からヒップホップダンスをやっていて、役に立つことがたくさんあります。おぉ。一つ目、EXILE。三代目、JSOUL BROTHERS などをすぐに踊れて、みんなからチヤホヤされる。二つ目、人気の芸人さんはすぐに真似できる。過去細部まで。ラッスン、ゴレライ、ダンソン、クマムシなど。三つ目、ギャップの差が大きい。自慢し始めて急にすみません。できればさやかさんがやってて役に立っていることを三つほど挙げてください。これからもずっとずっと番組を聞き続けます。頑張ってください。ステッカーもらえたら幸いです。三つって結構だね。三つそうね。私の場合ほらもう全部お仕事になっちゃうけど、例えばほら、トラストリックとかでリリースの際にさ、いろんなラジオ番組にお邪魔するですよ。その際に、やっぱりレギュラーでこのガールズトークをやっててよかったって思うことはすごいある。やっぱり時間を計算しながら喋れるとか、勝手がわかるとか、すごい感謝してます。ナックファンさんありがとうございます。あとはなんだろう。あとはやっぱり前のね、先ほどのアリサさんも言ってたけど、声楽をやっててね、初めてもらう譜面の曲とかも、そうそうそう、最後にもお話しますけど、今回またディズニーさんとね、お仕事させていただけることになったんですが、それでも歌う機会がありそうなので、そういう楽曲とか、あ、なんかこう、楽譜にね、慣れててよかったなって思う時はあります。三つ目は何だろう。小さい頃から、コスメが好きだったことかな。誰に教えてもらったわけでもなくて、本当に好きだったんだけど、今になって、美容雑誌とかに呼んでもらった時に、すごいね、コーナーとか持たせてもらって、すごい良かったなって思ってます。それくらいかな？三つ頑張ってあげたぜ！ステッカー貼ってね。はい。最後は横浜市のラジオネーム、おむすびコロリンさんからのメッセージです。さやちゃんこんばんは、ドーリーガール読みました。いつか本を出してくれたらいいなってずっと待っていたので、手にした瞬間は本当にすごく嬉しかったです。おととしのファンミに小学生だった娘と行き、終了後に出口のところで握手してもらったのだけれど、手の柔らかさに娘がびっくりしてました。スタイルブックには手のお手入れも載っていましたね。あの柔らかさはやっぱりきちんとお手入れしていたからなのねと納得。そしてあの時のネイルも載っていて懐かしかったです。さやちゃん、これからもずっとずっと応援しています。2冊目もぜひ。手柔らか。そうかな？冬場とか、えげつないぐらいカサカサな時あるけどね。でも柔らかいって、どうなんだろうね。でも手を褒められるのは女性は嬉しいことですからね。うちはなんかね、おばあちゃんがすごい手綺麗だったらしい。うん、だからおばあちゃんになんか似てるって言われることもあるので感謝ですね。ありがとうございました。はい、本当にたくさんのメッセージありがとうございました。読まれなかった皆さんもごめんなさい。でも読んでますからね、めげずに引き続きメッセージをお願いします。宛先は NAC5 のモバイルサイトとホームページのナオエア内にあるメッセージフォームから応募してね。それではここでまったりこの曲を聴いてください。トラストリックでキャミソール。終わった更新曲ゴールデン 4X 火
火曜日、神田沙耶香ガールズトーク、キャー！ここでは自分が終わってしまった出来事、終わった感が出てしまったエピソードを皆さんからお送りいただいて、パーセントで評価するコーナーです。それでは最初の終わったメッセージから。東京都足立区のラジオネーム、ドジで間抜けのおバカさん。いやいや、それちょっと自虐すぎやろ、ラジオネーム。僕は一年ほど前のある日、お母さんと一緒に夕飯のために、揚げ物などを買いに行き、家に帰ってきてレンジで温めていたのですが、温めるものがたくさんあり、単純作業の連続。ついぼーっとしながら手だけ動かすという状態で作業していたので、間違って揚げ物の中に混じっていた、マグロの軍艦巻きも同じようにレンジで温めてしまったのです。お母さんに指摘されたので、ようやく自分の間違いに気づいたのですが、あまりのバカさに呆れられてしまいました。ステッカーお願いします。採点します。 37% 終わった。まあ、それはちょっとこう赤身じゃなくなるっていうだけで、まあ炙りでもないし、食べられなくなっちゃうってことなんだけど、それ食べられることは食べられるもんね。軍艦巻きってさ、スーパーに入ってる巻物ってちょっと余談だけどテンション上がるよね。あれ、いろんな巻物が入ってるやつ、お惣菜コーナーっていうのがまずテンション上がるよね。そうなんだよね。あれ一気に温められないしね。でもあれです、卵とかじゃなくてよかったです。爆発しちゃうからね。ほんとレンジって何気に危ないから気をつけてくださいね。はい、続いて二つ目のおわたメッセージです。ラジオネーム鉄道少年さんからいただきました。昨日電車とバスの通学定期機能がある私のスイカをなくしてしまった。だいたい5万円損してしまった。採点します。50% 終わった。まあ、5万円だからっていう安易な理由もあるけれども、スイカってさ、もう正直言うと私も、まあ、何枚なくしてきたかっていう感じなんですけど、あれさ、なくすよね。毎日さ、パスケースに入れてるでしょ、みんなね。お財布に入れてる人もいるし、あと最近はさ、iPhone のケースにスイカとか入れておけるポケットがついてるのもあるの。で、あれはいいと思うんだけど、私最近すっごいなんか、携帯もなくしたし、すごいね、なんかね、パスケースとかもどんどんなくすんですよ。だからね、なんかね、スイカとか持つのが怖いもんね。みんなね、毎日使うものですからね、ダメージ大きいと思うけど。またね、ちょっとずつチャージするようにしましょう。ね、損しないようにね。はい。続いて、三つ目のおわたメッセージです。埼玉県桶川市のラジオネーム、ペペロン博士さんからいただきました。女性と二人で映画館に行った時に、暗闇の中、無意識のまま女性が右側に座っていたと思い込み、手をつないで顔を近づけたら、見知らぬおばあちゃんだったことがありました。一緒にいた女性は左側に座っていて、顔から火が出そうになるくらい恥ずかしい思いをしました。コントみたいなことが実際に起きてしまい、今でも映画館に行くと思い出しています。採点します。 88% 終わった。いや、これはね、辛いよ。これは辛いと思う。映画館ね、ムーディーな感じになる中だと恋人たちのね、メッカでもありますから、いいんじゃないですか。でもおばあちゃんとこうチューしちゃったらよかったんじゃないの。わかんないけど、わかんなくはないけどね。まあ、おばあちゃんもね、びっくりしたことでしょう。そうそう。誰この人はってなってことでしょう。それって彼女には気づかれたんですかね。大丈夫だったのかしら。気づかれてたらね、笑い事で済んだかもしれないけど、気づかれてなかったら辛いよねって思いました。はい、お疲れ様。そして最後のおわたメッセージです。鳥取県鳥取市のラジオネーム、ともかさんから。かくれんぼでうまく隠れすぎて、誰かに連れ去られたかと思われてしまった。そして親や地域の人も探し始めて、もう少しで警察に電話されるところだった。採点します。 89% 終わった。これだって実際隠れて危ないところにいたのかな。これ結構土管の中とか結構メッカかなと思いますけど、とにかく大人の人たちがこうかかって探しても見つけられないところにいたという、まずかくれんぼのあなたの才能が素晴らしいっていうことと、あとは、まあ、終わったのに気がついてなかったという、その置き去り感のちょっと寂しさっていうのが相まって、まあ、89かな。だけど、まあ、見つけられてね、大事なかったということで、90% いかずのね、パーセントでした。はい。終わった更新曲コーナーでは、皆さんからのメッセージをお待ちしています。Mac5 のモバイルサイトとホームページのナオンエア内にあるメッセージフォームからお願いします。それでは、この曲を聴いてください。吉井和也でクリア。ゴールデン 4X。神田沙耶香ガールズトーク。
神田沙耶香がお送りしてきましたゴールデン 4X 神田沙耶香ガールズトーク。それではトラストリック&神田からのインフォメーションです。あのね、短くなったのすっごくね、嵐が過ぎ去ったのちょっと、その1、シングルフライングハフニール絶賛発売中です。その2、1月28日発売になりましたセカンドアルバムトラスト絶賛ね、皆さんの元に届いておりますです。その3、神田沙耶香スタイルブックドーリーガール増刷決定、わーい、ありがとうございます。皆さんがたくさん手に取っていただいたからです。本当にね、何回も読み返してあげてください、ありがとう。その4、ディズニー新作映画イントゥーザウッズ日本宣伝ナビゲーターに就任が決定いたしました。3月14日、これね、くしくもね、アナと雪の女王と同じね、公開の日なんですけど、3月14日土曜日公開のディズニー新作映画イントゥーザウッズなんですが、これ私が17の時に初めてやらせてもらったミュージカルなんですよ。だからすごく不思議な縁も感じてるんですけどね、皆さんにイントゥーザウッズの魅力をね、伝えるために頑張ってね、今からね、いろんなところに出て、テレビだったり、いろんなところに出て、イントゥーザウッズ見てねって言っていきますので、ぜひね、チェックしてください。その後、春の全国ツアー、トラストリックトラストツアー2015。3月14日土曜日、仙台フック仙台。3月16日月曜日、名古屋エレクトリックレディーランド。17日火曜日、大阪ミュージッククラブジャニス。19日木曜日、福岡ドラムビーン1。27日金曜日、東京エビスリキッドルーム。こちらのですね、チケットが2月14日、4日後にね、一般発売になります。ぜひぜひね、手に取ってみてください。お急ぎください。そして、来週月曜日からは、ステッカー大放出の恒例 X フェスティバルです。クイズに答えて、ステッカースペシャルセットをゲットしてください。そのクイズとは、先日、しおりさんの歌で改めてレコーディングした、別れ際のあと5分、しおりバージョンからの出題です。来週からの X フェスティバルをお楽しみに。さあ、神田沙耶香ガールズトークは皆さんのメッセージが作る番組です。番組への参加は、NAC5 のモバイルサイトとホームページのナオンエア内にあるメッセージフォームからお願いします。さあ、ゴールデン 4X 明日は、水曜 X のイフサラサさんが担当する、イフサラサスターオブワンダーランドです。それでは明日も明後日もツラツラツラっと聞いちゃってください。私とはまた来週の火曜日に。お相手は神田沙耶香でした。バイバイにゃー。